編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。安田圭吾殿、あなたは受験生版タイガーファンディングに出演し、虎に対して果敢にプレゼンテーションを行いました。その勇気をたたえこれを送ります。人を救うためには自分も成長、これ僕自身もです。頑張ってください。社会に出て本当の意味で大人になる安田さんを期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。素直さ大事、いい教育者になってください。お疲れ様でした。成長する人は皆素直である。頑張ってください。ありがとうございます。備忘録代わりに視野、ね、頑張ってください。ありがとうございます。はい、受験生版タイガーファンディング虎の楽屋トークです。よろしくお願いします。お願いします。今回は人の心の苦しみが分かる優しい人間を育てたい安田圭吾さん21歳大阪からの方の回でした。はい、裏を取っていただいたのが、はい、お二人、はい、ちょっと感想聞きましょう。裏どうでした？裏めちゃめちゃ安田君明るくて、はい、で最初は不動産で営業するって話やったんですけど、塾講師として明日からぐらいでも興味あるから探していきたいみたいな感じでかなり前向きで、あらほら、うん、お互いがありましたね。終わりましたね。、はい、ちゃんと新規講師に入れるね。はい、田中さんどうでした？いや、でも普段はこんな意固地になることなかったんですけどっていう感じで言ってたんですけど、やっぱなんかいじめられたその経験とか嫌だった経験がやっぱりなかなか許せてないというかだったんだろうなと思って、トラウマですね、完全に。なんか今日2人目も同じような子だったんですよね、トラウマがあって。それがなんか拭いきれないみたいな、なんか今日続いてる、そんな感じが。はい、茂木さん今日1本目でしたが、はい、僕多分初の受験生版らしい受験生、はい、が出てきたんでちょっとだいぶ楽しめましたけど、いやーなんか若いっていいっすね。あの一個時差とかもないもんね、僕には。羨ましくなりましたけど、そういう意味では、はいはいはい、俺まだ一個時差あるんね。ね、そうね、はい、ヒカルさんにどんだけ言われても謝らないとかね。、はい、ありましたか。はい、はい、小林さんどうでした？いや、まあそうですね、学校の先生になりたいという志はいいと思うんですけど、ちょっと浅いというか、もう少し考えてから話持ってきた方がいいし、別に僕は塾嫌いって言われて、そこで別にネガティブな感情にはならなかったですけど、まあでもそこまで言うなら絶対そういう人間はいるはずなので、もうちょっとこう理論武装するとかしてきてもよかったのかなと思います。まあ、ただ自分を振り返ってみると YouTube で内職しろとかいろいろ言ってるんで、まあ自分も悪いなと思いますからね。吉村さんどうですか？あんまり考えてないところをなんとか乗り越えようとして長い話してましたけど、結局まあ塾が嫌いで東京が良かったっていう結論なんで、さっきね、裏のやつが本当ならまあ変わってくれたんで、良かったと思いますね。絶対すぐ稼げますからね、春季と夏季で頑張って。なんかさ、話が長いっていう件に関して多分コメント欄って、いやそんなに話長くねえじゃん岩井、何言ってんだよとかってよく書かれるんだけど、多分桑代さん分かってると思う。話の長さだけじゃないんですよね。じゃないじゃん、密度みたいなね、はい、そう、密度がないから長く感じちゃうみたいなところがすごいあって、あんたの言うことも分かってるから短く喋りいいなみたいな感じはありましたね。まあ、たまに志願者の方は本当に意味が分からないことをずっと話す方もいるんですけど、はい、今回は分かるからもうちょっと短期にって感じです。そうでしたね。やっぱり先生っていう仕事は非常にコミュニケーション能力の高い人間でないとダメじゃないですか、やっぱり。なんで僕はすごい心配なんですけど、彼のことがまだどうですか、坂田さん。コミュニケーションって自分の意見だけじゃなくて、やっぱ相手の意見もあってのすり合わせじゃないですか、はい、だから普段そうじゃないんだけどなって言いながら、そういうところで単に今回出てて、うん、俺だから岩井さんのことを本当尊敬してるんだったら、岩井さんに言われた瞬間にはい学習塾やりますぐらい言ってくれたら可愛かったんですけど、コミュニケーションってやっぱ自分の思いを伝えるだけじゃないぞっていうところは伝えたいですね、うん、ねえ、本当にそれを彼が理解できる日が来るのかなって思っちゃうんですけど、どうなんでしょう、21歳って学べますか？学べる。僕はそう思います、うん、はい、まあ、でも社会出るのが一番だよねと思いますね、はい、特に彼の場合はそうじゃないですか、はい、まあ、それが塾だろうが一般企業だろうが、うん、一回社会に出て金槌でガツンってこう叩かれないとやっぱ分かんないかもしれないね、彼。でもこれって周りのせいでもありません？なんか中学受験の弊害を端的に見た気もしますね。そうですね、なんか親御さんの意思だけで塾に出されて勉強出されて嫌になって、はい、で結局高校で頑張れなくてみたいな、はい、そう、うちも中学受験やってますけど、中学受験のやつらが一番楽しそうですよ、本当に。もう自分からやっぱり学びたいっていう気持ちが溢れ出てるんで、あの子たちからは。で、実際地頭がいいじゃないですか、中学受験するだけに。だから
もう楽しくてしょうがないじゃん、子たちって。世に言う受験地獄とか、もう皆無だからね、後ろ塾の。実体験がそうだったんでしょうね。その一個が、すごいもう、塾全部こう、みたいな。ああ、それすごいあったと思いますね。どうですか、これから日本の教育はどうなってくるんですか。でかいですね。ただ勉強が好きな子はすればいいと思うんですけど、まあ、今やっぱ不登校の子も増えていますので、うん、苦手な子とかに対してのやっぱ個別で対応するっていうのが今後は増えていくんじゃないかなと思いますね、うん、でも彼も割と軽くいじめをなくしたいみたいなこと言ってましたけどあのぐらいの考え方の子がそれ言ってもまだ始まんねえよなって思いません、うん、だそれよりももっと先にやることが多分彼にはあるなってすごく思うんで、もしああいう考えのもとで下手に先生に簡単になっちゃったらショックを受けますよね、彼多分、うん、学校の世界に。そうですね、そんなになんか簡単な世界じゃないでしょ。やりたいことやれないですよね、はい、本当にやりたいことやれないのが学校の先生だってつくづく思うでしょ。うん、本当そうです。でやれなかったからやめたのね。そうですね、そう、本当そうです、はい、自由にはできないです。はい、うん、で、今坂田さんはどうしようと思ってるんですか、今の活動を通じて。外側から教育変えたいと思ってて、はい、まあ、具体的には今本当不登校っていう形が増えてるので、はい、いわゆるオルタナティブスクールとかフリースクールっていうものを来年から全国にこう増やしていきたい、うん、不登校の子たちが学ぶ場所を作るっていうのがこれからやることです。それは坂田さんご自身が作っていくの？そうです、ちょっと来年8月に NPO 法人立ち上げて、あ、はい、でまあ、そこで初めはお金ないんでクラウドファンディングとか、はい、でお金集めさせてもらって、はい、一人また一人とあのスクールを作っていってもらう人を育てていくって感じで。ああ、じゃあ自分だけが作っていくんではなくてそういう仲間を集めようとしてる今。実際に自分 のコーチングを教えてる生徒さんたちの中でも、はい、やりたいっていう方があのたくさんいるので、うん、その方たちにマネタイズできないんで、はい、それぞれの資金調達をしながら、はい、全国に増やしていくっていう活動をしたいです。なるほど。お弟子さん2ヶ月目ですが、受験すればどうですか？いいですね。しみじみしてます。いや、こうなんか人の人生により触れるじゃないですか。あの、はい、通常のタイガーハンディングよりも、なんか俺教師になりたいな。この人だって最終的に学校作りたいわけですから、はい、あと皆さんのように優秀な人たちはあの学校の先生になってくださいよ。沈黙。完全に沈黙。誰が喋るの。いや本当に学校の先生一番重要だから。いや絶対嫌だな。もう絶対無理だよ。人間力ある人からちゃんと学校の先生になってくれないと日本の未来暗いっすよ。嬉しかったです。あの本当世界一尊敬してる職業が教員だって言ってくれたんだ、はい、ただいや本当そうです。現場はなんかそうじゃない先生方も多いので、そうなったら本当最高だと思ってます。ね、よく僕言うけど実は医者よりも教員の方が世襲が一番だっていう ね、親が教員だから教員になったってやつの多さ、多いですね、これが一番良くないですよね。全部が悪いわけじゃないけど、一族老頭が先生だからしょうがなくて先生やってるってやつがいっぱいいるじゃないですか。これは良くないですよね、うん、そう思います。本当にそう思います。まあでも今日はちょっと教育についていろいろとね、激論が戦わされた回だったんで良かったんじゃないかなと思ってますね。はい、では4本目に入っていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費もあるよ。詳しくは概要欄から。